おとといのシンポジウムは、県の福島第一原発事故に関する3つの検証の継続を求める市民検証委員会が主催しました。3つの検証の元委員からは、能登半島の地震を今回目の当たりにしてですね、多数の家屋が倒壊して道路が寸断して、さらに原発事故が重なったらって思うとですね、放射性物質から身を守るってことはできない。やっぱり大地震による原発事故の場合、安全な避難というのはこう不可能。従前のその避難計画ってやっぱりこれは絵空事だったんだなとか、その地震についてはやっぱりわからないことが非常に多いということ、これをこう突きつけられたなという。方がまとめたとすれば、現在の避難計画の実効性を疑問視する声などが上がりました。